せ。知ってるはずだよね。ダメ、ますます気になってきた。それより先にやるべきことを片付けよう。そうそう、そうね、最後まで調べなきゃ。スタンバイモード全地形スキャンプの言い忘れてた。バレンタウンにはミュータントがたくさんいるから気をつけてね。スタンバイモード全地形スキャンプログラム。
コレクションドロイドが戻っています。感謝します。Thank you.
苦労したけど、やっと電源を持ってこれた。さて、次はこのオンボロを修理する番ね。他に何か手伝えることは？急に雨が降り出したから急がなきゃ。見て、デコンストラクターの電源交換が終わったよ。だけど正常に動いてるようには見えないな。どこが問題かは分かってる。さっき検査した時、内部の投射装置が壊れてるのを見つけたの。きっとレンズの故障ね。でも解決方法ならある。あそこに水の角帯があるでしょ。あれをレンズの代わりにすればいいの。うん、じゃあ取りに行ってくる。水角帯は神経質なの。脅かさないようにゆっくり近づいて。さあ、あとはデコンストラクターの前に置く。もう少しこっち。そうそう、行こうか。よし、成功よ。うまくいった。わあ、見て見て、これが本当の姿か。中を見てみない？危険すぎるよ。平気平気。うまくいったわ。じゃあ入ってみよう。あれ、ミオ、どうしてここに？転送ゲートはフランツさんにお任せして、ミアはあなたたちを探しに来ました。うん、せっかく来たんだし一緒に中に入ってみよう。でもみんなには内緒ね。中ですか？早く早く、お兄ちゃんたちに見つかっちゃう。ご主人様、お待ちしておりましたにゃ。失礼、識別システムにエラーが発生して人違いをしてしまったにゃ。顔認識、第一世代 AI サーバント、ビビピーナッツ、こんにちは。僕はご主人様を待ってるにゃ。アイダ星が第2次タイムリバースを行った時、ご主人様がここで待つようにとおっしゃったにゃ。今日で17682日目にゃ。記録17682日、約48年前。子猫ちゃんのご主人様は？タイムリバース計画には秘密保持契約があるから何も話せないにゃ。ごめんにゃ。ミアのセンサーがあなたには全面的なアップデートとメンテナンスが必要だと検知しました。そうね、一緒に行こう。誰かに検査してもらえるかも。心配してくれてありがとうにゃ。でも僕はこのままでいいにゃ。タイムルインズに入るなら警戒した方がいいにゃ。内部から強い変異反応が出てるにゃ。そこにご主人様のある系があるから、ぜひ役立ててくだされにゃ。ピッ。低電力モード、オン。そのタイムルインズって遺跡のこと？あれは何のためにあるんだ？ピーナッツはスリープモードに入りました。
これ以上の情報は提供できません。ああ、かわいそうな子猫ちゃん。このまま飼い主さんを待たせてあげようか。さっき言ってた RK って何？うん、多分前にあげたジェットパックみたいに探検の役に立つものだよ。見に行ってみよう。